ちは、宅飲みグルメのオスンです。ということで、今回も美味しく宅飲んでいこうと思うんですけれども、今回はですね、リクエストでもめちゃめちゃ多かった、中本の蒙古タンメンを作っていきたいと思います。ということで、中本といえばですね、唐辛子を大量に使った辛うまなラーメンを提供する店として有名なんですけれども、とにかく辛いんですけど、それが癖になる、そんなラーメンなんですよ。というわけで、今回はですね、そんな癖になるラーメンを提供する中本の蒙古タンメン、こちらを作っていきたいと思います。ということで、どんな辛うまラーメンが仕上がるのか、今から楽しみです。それでは早速、調理開始。それではまず、出汁を取るガラを下茹でしていきます。鍋の中に、原骨1本分、鶏ガラ 700g ほど、そして豚足を1本入れて、食材が全て浸る程度の水を入れていきます。そしたらこちらを火にかけて沸騰してから5分程度下茹でをしていきます。このように沸騰すると大量のアクが出てくるんですけれども、これはこの後に全て流してしまうので取らずに茹でていきます。沸騰してから5分経ちましたら、お湯を捨てて肉についた血の塊や内臓などを水で洗って落としていきます。それではこのようにガラがきれいに洗えたら、圧力鍋の中に豚足、原骨、そして鶏ガラを半分入れて水を入れて1時間加圧調理していきます。そしたら残りの鶏ガラも別の鍋に入れて1時間ほど炊いていきます。まずはキャベツ半分ぐらい使っていきます。キャベツの芯は後でスープの中に入れるので取っておきます。次に人参、これは小さいサイズのものを3分の1ぐらいの量を使っていきます。それではまず皮を剥いていきます。人参は短冊切りにしていきます。人参のヘタとか、そして使わなかった部分もスープの中に入れていきますので、これも取っておきます。そしてニラ、こちらは1本だけ使っていきます。次にキクラゲを水で戻します。キクラゲが戻ったらこちらも切っていきます。それでは次にニンニクを切っていきます。ニンニクは3つぐらい使っていきます。豆腐を下茹でしていきます。お湯が沸いたら塩を一つまみ入れて豆腐を入れて茹でていきます。あっち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 、量が少なかったんで、あと 200g、 合計 400g 入れていきます。ここで一回手の上で切ってから入れるか。よいしょ、あっち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 、よいしょ。豆腐が浮いてきたら火を止めて豆腐を取り出しておきます。こうすることによって豆腐が煮崩れしづらくなったりとか、あと味が染みやすくなったりもします。それでは次に麻婆豆腐を作っていきましょう。鶏ガラの出汁はどうなっているんでしょうか。オープン。おお、このようにいい感じに出汁が出てきております。それではこちらの出汁をザルでこしてフライパンに移していきます。まずはニンニクを油で軽く炒めていきます。弱火でじっくりとニンニクの旨味を油に移していきます。ニンニクが炒まったらこちらに先ほどの鶏ガラの出汁を網にこして入れていきます。そしてこの中に酒を大さじ2、塩を小さじ2、醤油大さじ2、グルエース小さじ1。ここで登場するのが韓国産の唐辛子、韓国産の粗挽きの唐辛子、こちらを大さじ2、そして細挽きの唐辛子も大さじ2、そしてさらに国産の唐辛子も大さじ1入れていきます。でそこに先ほどのお豆腐を入れて、時間が経ったら豆腐くっついちまったわ。そしたらこちらを火にかけて煮ていきます。
で今回ですねこういう2種類の韓国産唐辛子を使わせていただいたんですけれども、これなぜ韓国産の唐辛子を使ったのかと言いますと、韓国産の唐辛子の方が辛味が少ないんですね。でなんでかっていうと、この韓国産の唐辛子はですね非常に寒い地域で作られている唐辛子になるみたいなんですけれども、寒い地域だとですね天敵がいない分、辛味成分であるカプサイシンっていうのは抑えられるみたいなんですね。それに対して南米のハバネロとかが辛いのはですね天敵が多い分、唐辛子の身を辛くして身を守ってるみたいなんですよ。なので韓国産の唐辛子は日本産の唐辛子と比べても辛くないんですけれども、この辛くない唐辛子をたくさん入れることによってですね、この唐辛子旨味成分もですねいっぱい含まれていまして、この辛くない唐辛子を大量に入れることによってですね唐辛子の旨味を多く引き出す、そういう効果もあるんですね。そんな理由で今回は多くの韓国産唐辛子を使わせていただきました。それではこちら大さじ1の片栗粉を溶かした水溶き片栗粉を入れていきます。このようにいい感じのとろみがついたら蒙古タンメンの麻婆豆腐が完成です。さあということでスープはどうなっているんでしょうか。早速開けてみましょう。よいしょ、オープン。あっちちちちあっちあっちあっち。ということでこのように濃厚な出汁が取れました。あれだけしっかりしていた豚足もですねこのようにもうプルプルに溶けております。そしたらこちらのスープの中にですね臭み取りと野菜の旨味を入れるために、先ほど切った野菜のいらない部分、玉ねぎを半玉、そして長ネギの青い部分、生姜スライスを2枚ほど、こちらを蓋をせずにそのまま30分から1時間ほど煮込んでいきます。はい、それでは今回も製麺をしていきたいと思います。今回使う小麦粉はこちら、北海道産小麦の春よこいブレンド、こちら使っていきたいと思います。でこちらが1パック 250g なのでこちらを入れていきます。次に粉に対して 35%、87.5cc の水の中に塩と乾水をそれぞれ粉に対して 1%、2.5g ずつ加えて混ぜていきます。そしたらこちらをよく混ぜていきます。塩と乾水の水溶液ができたらこちらを小麦粉の中に入れて水増しをしていきます。このように小麦粉がボロボロになりましたら、こちらをこねて生地にしていきます。このように生地になりましたら、こちらを一度1時間ほど寝かせておきます。さあそれでは生地を30分寝かせましたので、こちらを伸ばしていきたいと思います。それではいよいよ製麺していきます。よいしょ。ということでこんな感じで麺が完成いたしました。ということでこちらに打ち粉をはたいていきます。それではいよいよスープを作っていきたいと思います。まずはフライパンに少量の油をひいて、ニンニクを一かけスライスして入れます。じゃあこちら軽く火を通しまして、そこに野菜を入れていきます。でこのまま炒めていきます。途中このスープから取り出した油も入れていきます。あともやしとキクラゲ忘れてました。もやしとキクラゲも入れていきます。ある程度炒まったらスープをお玉4杯分入れて、赤味噌大さじ1、白味噌大さじ1/2、国産粗挽き唐辛子を大さじ半分、韓国産粗挽き唐辛子を大さじ半分、韓国産細挽き唐辛子を小さじ2、醤油 20cc、 ブルーエース大さじ半分、これらを混ぜてキャベツがしんなりするまで煮ていきます。それではいよいよ麺を茹でて蒙古タンメン仕上げていきたいと思います。
さあ、ということで完成です。いやー、どうでしょうか。味噌タンメンと麻婆豆腐のハーモニー、色的にはね、麻婆豆腐はバッチリ、味噌タンメンはちょっと濃いかなって感じなんですけれども、気になるお味はどうなんでしょうか。さあ、ということでめちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあ、ということで完成しましたので、早速食べていきましょう。いただきます。いやね、まずはこの見た目ね、これめちゃめちゃうまそうでしょ。ということで、まずね、麻婆を崩さずにこの味噌タンメンのところだけで食べていきましょうかね。ということで、麺はこんな感じになっております。いただきます。うん、いや、この味噌タンメンの方にもね、唐辛子をちゃんと効かせてあるので、これピリ辛で美味しいですね。で、味噌の味的にはね、やっぱりちょっとその見た目と同じく赤味噌が強かったかなと思いました。もうちょっと白味噌の割合を多くして、あんまり味噌の癖を出しすぎない方がね、本物の蒙古タンメンに近いのかなというふうに感じました。うん、でも全然問題ない。めちゃめちゃうまいですね。それではお次、気になるこちら、麻婆豆腐。こちらいただいてみましょう。見た目はね、これもうまんま蒙古タンメンの麻婆豆腐なんですけれども、その味はどうなんでしょうか。いただきます。これうまい。いや、これかなり再現度近いんじゃないかなと思いますね。あ、この口に入れた時のね、爽やかな辛さ、これがね、蒙古タンメンの麻婆豆腐ですよ。ということでね、麻婆を崩していただいてみましょう。いただきます。あ、これうまい。これめちゃめちゃうまいですね。うまいな、この刺すような辛さね、これたまんないですよ。いや、これやばくないですか。めっちゃ汗かいてきました。自分辛いもん好きなんですけれども、すごい代謝がね、良すぎてね、中本の実店舗食べに行った時もそうなんですけれども、周りの人がね、引くほど汗かくんですよ。いや、なんで辛いもん好きなんですけれども、これがちょっと悩みだったりするんですよね。でもね、この汗が再現されるほど爽やかに辛い、いやー、これめちゃめちゃ美味しいです。さあ、ということで、ここで今日のお店でございます。辛うま蒙古タンメンときましたら、これで決まり、じゃん、キリン一番搾りでございます。ということでね、中本の実店舗で提供されているビールがこのキリン一番搾りということでございまして、今回こちら飲んでいきたいと思います。それじゃあ注いでいきます。それじゃあ飲んでいきましょうかね。乾杯。この蒙古タンメンのね、旨味辛味とね、このキリン一番搾りの旨味の対比がね、これ最高ですね。やっぱりね、キリン一番搾りは麦の旨味が強いビールなんで、そこがね、より強調される感じがしますね。やばい、蒙古タンメンがうますぎてビールを待たずして先に完食しちゃいそうですわ。いや、それほどうまいっすよ、本当に。いや、でもビールのね、旨味が引き立っていいね、これ本当にね、いい組み合わせだと思います。やっぱりね、これ特徴のある料理と一番搾りって結構合うんですよ。この一番搾りがね、映えるんですよね。これいい組み合わせですね。いや、この麻婆豆腐が本当にうまいんですよ。
あー、うまかったー。いやー、マジでうまい。さあ、ということで完食でーす。いやー、うまかったー。いやーね、マジでうまい。いや、この味噌タンメンと麻婆豆腐のハーモニー、これがね、かなり蒙古タンメンに近いなっていう風に感じました。ただこれをもっとより近づけるのであれば、今回ですね、赤味噌の分量がちょっと多かったんですね。で、赤味噌ってちょっと癖があったりするので、その赤味噌分量を減らして白味噌分量を増やしてあげるとですね、スープに癖がつきすぎずに良かったのかなという風に思ったのと、あとはですね、辛さをねちょっと作っちゃったかなという風に思いました。もうちょっとね、日本産唐辛子を多くしてあげると刺激的な辛さというのが味わえたんじゃないかなという風に思いました。本当にね、韓国産唐辛子思ったほど辛くなかったです。ただね、辛くはないんですけれども、しっかりとその旨味っていうのを演出してくれて、本当に美味しい一杯になりました。いやー、マジでうまかったー。さあ、ということでこの動画を見て蒙古タンメン食べたいなとか、キリン一番搾り飲みたいなと思った方は、ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録ボタンもお願いします。これからもね、スタッフラーメンだったりビールにおつまみだったり、どんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、もうだけなんですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借よー、ありがとうございました。